鼻筋と鼻先を高くする成形でプロテーゼと軟骨移植を併用するケースがあるんですがこれプロテーゼは何ミリぐらい入れる方が多いかというと3 3.5ミリからミリぐらぐいいの方が多いです。じゃあ一方で鼻先に関してはどうか、えー、磁界軟骨移植や微線形成の場合2ミリぐらいが限度と言われています。それよりも延長したい場合には、 微中隔延長術と言われる手術を行いますで、今回なんですけれども微中隔延長で使う軟骨え、いろんな種類があるのでそれのですねメリットデメリット表を作ってみました一つずつ説明していきたいと思いますではですね次回軟骨微中隔軟骨そしてろ軟骨 これ3つの種類を書いたんですがそれ以外にも保存軟骨といって豚の軟骨とか他人の軟骨を使うケースやあとと PDS プレートと言われるプレートを使うやりり方もああますあるいはそれらをミックスで組み合わせる方法もあるんですけれどもまあ王道となるのはこの3つになるのかなと思います。でそれぞれ変形の確率が変わってくるんですが。 それ、報告されている内容をまとめますと磁界軟骨2枚ずつですねそれぞれ使った時に磁界軟骨の場合変形率やや高くなりまして33%、えー、微中核軟骨25%六軟骨18%これがまあ変形の確率になります。一方で、えー、メリット性それぞれ、ぞ 異なりまして、次回軟骨の場合、食感は柔らかい、触った感じがこの中で一番柔らかいです。で、微中隔軟骨、えー、これは、えー、まあ、一長一短あるんですけど、変形率がやや低い代わりに延長量が小さいというのが、えー、まあ、デメリットになってきます。なんでかというと、ちょっと移動します。えー、こちら見ていただきたいんですが。 微中核軟骨を使うときにこのオレンジの部分を使用するんですけれどもこのブルーの部分これ1 0リ以上残さないと土台のです、ね、強度が弱くなってしまって脆弱になってくるというのがあってこのオレンジの採取する量がですねある程度限られてしまうということになります。 なので延長量がそんなに多く取れないっていうのがまあ鼻中隔軟骨の欠点になってきます。はい、で、えー、今度六軟骨ですね。この場合はは延長量は一番多く取れますで変形率も低い。ただし、えー、肋骨ってもっともっと曲がってると思うんですけど、えー、ウォーピング変形と言われるその変形が起こることがあるというのが欠点。 あとは胸部の傷表面にですね、まば、あ、あの肋骨のところに傷が残ってしまう、これがまあデメリットになります。それぞれですね一長一短あるとは思うので、まあ、それぞれ比較していく必要があるんですけれども、一つ言えること、えー、まあ、やってはいけないではないんですけれども。 切らない微中核延長と言われているものとかあと保存軟骨を単体で利用していたりする手術これは結構注意が必要かと思うんですね。まあ、理由としてはあのドクターが、えー、学会研究とか形成外科の研究美容外科学会とかで報告している内容でもあるんですけれどもやっぱり後戻りだったり変形の確率というのがあのとても高くなる。 あとはモラル的な部分で例えば豚の軟骨とかを自分の人体の方にです、ね、鼻先に入れていいのかっていう問題これらがです、ね、理由で以前も豚の軟骨 PCR 素材と言われますけれどもそれを使っていた病院があるんですけど今ではほとんど使われなくなっています。 なのでその変遷がやっぱり過去の歴史があるのでそういったことを踏まえるとやっぱり王道はこの3つになるのかと思います。これからですね鼻先の整形を考えている方はちょっと比較して頭に入れておくと良いかもしれません。 はいで、具体的な名医のご紹介に関してなんですけれども、もえ下の概要欄でメールフォームを設置してありますので、えご希望の方は送っていただければと思います。今回はですねえ、備中、学園長術の効果と失敗例に関して見ていきました。ご清聴ありがとうございました。